これが最高のトレジャーハンターの姿よ。あなたも私にハントされてみる？お宝はすべて私のもの。このスバ。なかなかいいデザインじゃない。どこで売ってたの？売ってないぞ。うちのアークプリーストお手製だからな。にしても急に贈り物なんて、どういう風の吹き回し？気にするな。今までもクエスト手伝ってもらったりしてたからな。そのお礼ってことで。なるほど。今までの借りをこの装備だけでチャラにしようと思ってるわけね。えげ。借りにも利子ってつくものだと思うけど。でもこの装備本当に素敵ね。気に入ったわ。もらっといてあげる。なんだか普段よりいい動きができそう。もしかしてこれならあのお宝も。なんだ？またトレジャーハントに行くのか？ええ、最近同業者たちの間で噂になっている入手困難なお宝があって。あ、そうだ、カズマも手伝ってちょうだい。断る！入手困難ってことは危険なんだろ。そんなところにわざわざ出向くのなんてまっぴらごめんだ。お願いじゃなくて命令なんだけど。カズマの働きが利子代わりよ。カズマにぴったりの役目があるの。それに今回のお宝はすごく貴重な魔道具。可愛い子がどんどん寄ってくるって話よ。可愛い子が寄ってくる？この装備ももらったし、手伝ってくれたら今までの借りはチャラ、報酬も山分け、帰りは温泉なんてどうかしら。可愛い子にモテモテ、チャラ、温泉。結婚は今夜だけど、どう？行きます。契約成立ね。で、お宝がある屋敷の中まで潜り込んだわけだが。ターゲットはまだ先よ。くれぐれも気を抜かないでちょうだい。そう言われてもな。正直ここまでは余裕だったし、見張りだって一人も見てないぞ。入手困難っていうのも何かの間違いなんじゃないのか？呆れた。そういう余裕ぶった態度はお宝を手に入れてからやってちょうだい。はいはい。そういや、お宝が貴重ってのは聞いたけど、どんなものかは詳しく聞いてなかったな。貴族の屋敷にあるくらいなんだし、宝石とかアクセサリーか。そんなありきたりなものじゃないわ。もっと貴重で、私も喉から手が出るくらい。発見、発見。なんだ、もうお宝見つけたのか。今の声、私じゃないわ。ん？じゃあ一体誰が？侵入者を排除します。ノー！警備のゴーレムがいたのね。見張りが手薄だったのも必要がなかったからかしら。分析してる場合か！どうすんだよあいつ！慌てちゃって情けないわね。余裕だって言ってたのはどこの誰かしら。姿を見られたからにはおとなしくしてもらうしかないでしょ。だあ、もう結局こうなるのかよ。このスバ。敵が来たら返り討ちにしましょう。これが最高のトレジャーハンターの姿よ。あなたも私にハントされてみる？このスバ。はっ！活動
停止。活動停止。あ、危なかった。ナイスだ、メリッサ。はあ、そういうカズマは最後まで逃げ回ってたわね。借りをチャラにするつもり本当にあるの？最弱色に無茶言うな。それにほら、金庫までたどり着いたんだし。そうね、あとはここを開けて。お、いよいよお宝と対面か。いたぞ、こっちだ。賊は二人だ。囲め囲め。おいおい、増援とか聞いてないぞ。まあ、あれだけ派手にゴーレムが暴れていればね。結構やばいんじゃないのかこれ。俺たち袋のネズミだぞ。そうね、このまま戦うのは得策じゃなさそう。さすがにこの人数差は面倒だもの。だからやっぱりあなたを雇っておいて正解だったわ。メリッサさん、どうして一人だけ金庫の中に？この金庫には外につながる通気口があるの。それじゃ、後で合流しましょう。役目を果たしてね。は？閉めやがった。おとなしく投降しろ。ここから逃げられると思うな。まさか役目って、お通りのことか！チクシュー！死ぬかと思った。メリッサのやつ、報酬も独り占めする気じゃないだろうな。そんなわけないでしょ。私は契約はきちんと守る主義だもの。お前、あそこから逃げるのにどれだけ苦労したと思ってんだ。報酬がなきゃ割に合わないぞ。さっさと分け前をよこせ。そんで俺は帰る。そんなにがっつかないの。余裕のない男は嫌われるわよ。今からちゃんと報酬を支払うから。おう、ってなんだその金色の猫じゃらし。まあ見てなさい、これをこうしてフリフリすると。ほら見て、モフモフちゃんたちが、モフモフちゃんたちがいっぱい来てくれたわ。おお、あよちよちかわいいでちゅね。お姉ちゃんたちがいっぱい遊んであげまちからね。もしかして俺たちが狙ってたお宝って？ええ、この黄金の猫じゃらしよ。これを使うとどんな猫でも懐いてくれるの。本当は私が独り占めしたいところだけど、報酬は山分けって言ったでしょ。ほら、存分にモフモフちゃんたちをモフモフしなさい。お家に帰ります。